とともに戦国の家に立ち向かい、幾多の困難の果て、ついに奥州を平定。豊臣秀吉公や徳川家康公から一目置かれ、その名を天下に轟かせる。民が安らかに暮らせる太平の国、民安国体の理想に向かい、永遠に繁栄するよう祈りを込めて、仙台を名付ける。戦を乗り越え、天変地異にもめげず、大海原の彼方に夢を馳せて、政宗公と家臣たちは民と共に生き抜いた。